はい、どうも、まこです。あやです。はい、今日は、東京都千代田区、JR の駅でいうと水道橋駅から歩いて2、3分のところにやってきています。今から行くのは、ここラーメン、こちらのお店、ラーメン田中。おお、世界の田中って書いてあるよ。すごいね、世界の田中。行きましょう。行きましょう。学まであるよ。女子ラーメンと、はい、田中トッピングです。自分はじゃあ、鳴徳ラーメン、はい、で、トッピング海苔いきます。よいしょ、来ました、鳴徳ラーメン。いわゆる全のせ的な感じですね。濃厚って感じ、すごい。ちょっとザラつく感じがするぐらいの、ザラつく感じがするぐらいの。この麺はもちもち、噛んだ瞬間にちょっと歯を逆にこう包み込むぐらいのもちっとした粘着度感。見た目すごいね、肉感半端ないです。ご飯のパラパラ感、そう、好みのやつ、うまい。大量のネギ。
ちゃどうなんですか、このスープ。普通のネギもいいね。めっちゃご飯っすね、この濃厚なスープとネギで。ちょっと後半戦飛ばしていきます。今日はあんまり普段つかないかもしれない。表情内の故障と同じ、ちょっと鋭角的なのね。最後は海苔をちょっと思い切って使ってみます。締めはこの特濃スープをかけていきましょう。ちょうどいいと思う、このスープで。
いただいてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。横浜家系ラーメン田中さん、はい、今日は自分はですね、こちらは、ご飯がありがたいマルトクラーメン、ご飯がしかも、うん、いわゆるこう全部のせいみたいな感じだそうですけど、まず注文したらお願い。はい、私はね、女子ラーメンという、うん、あの量的にはハーフサイズって書いてあったんだけど、いや結構がっつりと。そうなんだ、あれね、横でね、女子ラーメンでボタンを押すと見てて、うん、まあ普通に考えてハーフサイズかなと思ったら、うん、着丼したらあんまり自分のと変わらなくて、うん、えって思ったんだけど、いったね、あれ。いやー、かなりね、ボリューミー。しかもトッピングで、うん、あの田中トッピングといって、はい、あのフランスパンにチーズが、うん、あのかかってるやつを頼んだんですけど、うんうん、それをね、浸して食べたらほんと美味しくって、うん、結構食べ過ぎちゃったぐらい、あの満足感でいっぱいです、今。あやちゃんちゃんさん、麺とご飯とパン、うん、そう、炭水化物トリオじゃないですか。そうなの、ちょっと超えられたな、それちょっと悔しいけど、はい、それすごいセットだね。そう、田中セット、田中トッピング、田中トッピング、はい、うん、なるほど、はい。で、こちらの、ね、スープは、今日は、濃いめ固め多めでお願いしたんですけども、うん、本当に濃厚で、うん、ちょっとザラッと粉っぽさが残るような感じの泥、うん、ドロッとした濃厚なスープ、うん、これがうまいから、うん、大判チャーシュー2枚と、うん、今日トッピングした海苔ね、10枚ぐらいあった海苔と、うん、ネギ、ほうれん草なんかをまとめてね、全部をこうスープ中心にいただけて、うん、しかもご飯が美味しい、うん、あのここの炊き方、自分本当に好みなのはちょっとあのよく自分が言うパラつく直前の、うん、なんとも言えない喉越しが味わえるご飯っていうのがあって、自分的に、うん、あれが本当にね、このね、特濃スープと合うね、うん、ちょっとイメージとしては家系なんだけど、うん、よくあのつけ麺とかのつけだれの濃厚さちょっとだけ、うん、あのイメージすると雰囲気近いです、うん、そんぐらいね、こうたっぷりしたとろみあるスープでした。で、麺はもちもちでした、ね、うん、今日固めでお願いしたんだけど、あのもちもちってことはこれ普通とか柔らかめにしたらどんな、ちょっと噛むと歯にまとわりつくぐらいのもちもち感がね、スープもそうだけど、ここはもうどっちもが何、粘り強く襲ってくるみたいな感じの一杯でした。迫力満点、はい。で、ここはのご飯が、無料で、そもそも無料で、お金も自由、うん、そして学生の方には学割ですか。学割です。あと名字が田中さんには、田中さんも田中割っていうね、田中割、ここは本当サービス満点で、うん、まあそのサービス待ってか、すごいお客さんに賑わってたね。すごかったよ、ね、本当に。厨房の中も店員さんが3人テキパキで動かれて、本当に活気があるお店でいただいた美味しい一杯という感じでした。はい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ということで。